前回のラスジ中華そばうさぎの宮村さんが押してくださったのは麺屋秀さんでした。はい、というわけで札幌は北区にある新小鳥第五横通りというんでしょうか、ここからお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、宮村です、本日は新川に来ております。はい、というわけでですね、ラーメンもともと第12回目かな、麺屋秀さんにやってきましたので早速入っていかせていただきたいと思います。駐車場は全部で6台分止められるので車で来られる方も安心ですね。そしてこちらがグランドメニューです。どれもとても美味しそうです。そして他のメニューはですね、壁にいろいろ貼ってありましたですね、全部食べてみたいですね。はい、というわけで今回のゲスト麺屋秀の山口さんです。すいません、取り組みでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらがありがとうございます、はい、めちゃくちゃいい匂いする。すでに最高ですね。おいしい、すっごいおいしい、うん、すっごいおいしい。うわー、本当にめちゃくちゃ好みだ。そして麺もいただきましょう。うん、麺もほんとにじゃあ好みです。寝干しですか？寝干し、うん、また最高だな。美味しい、すごい、本当に 2,3 杯食べれてしまいそうな感じの気がしてしまう。うん、ありがとうございます。こちらが追い飯です。これはもうそのままパクッと入れてしまう方が多いですか？まあ、皆さん結構バラバラです。こちらチャーハンに入れる方もいれば、あ、なるほど、ポンと抜けてやると思います。口内、うん、うん、美味しいです、これすごい、二重楽しめるんだ。入れちゃおう、なるほど。ございます。すごい、醤油でございます。醤油ラーメン。もうすごい、本当にだいぶキャラクターが違う感じはパッと見で。取りますが、あ、なるほど、お、すごい、なんか色が変わった。すごい、今の瞬間何なんだか、映ってるか上から映したかったな。すごい色が変わった。いただきます。あ、美味しい。うん、ちょっと、本当にあれだね、旭川醤油っぽいような感じるんだけど、違うかな。うん、楽しみ、美味しい、もう楽しみ、柔らかい。よろしくお願いします。はい、お願いします。ごちそうさまでした。めちゃくちゃに美味しかったです、本当にはちゃめちゃに美味しかったです。なんでしょうか、その醤油だけでも、2つとも醤油なんで、一応醤油と白醤油だったんですけど、全くそのキャラクターの違う醤油で、マグロ節の方がやっぱ一番人気なんですか？いやー、多分醤油の方が出ますね。あ、醤油がやっぱ一番人気。なるほど、醤油はこれ、4種類の醤油って書いてるんですけども、さっきもそれこそ、その作ったら、あ、色が変わったりとかっていうのも、ブレンド、まあ、4種類ブレンドパックして、はい、醤油をブレンドして層があるので、はいはい、油の層と多分醤油の、なるほど、スープの、なんかこう食べてるうちにまた変わって、でなんかしばらくこうチャーシューとか食べたらまた戻ってみたいな感じ で面白かったんですけど、はい、初めてでした、なんかああいう感じなのって。層になってる、はい、
あれはなんか特別になんか秘密があるわけでもないんですか？ないそのあれで豚骨と先ほどおっしゃった魚介糸で魚介糸醤油で、はい、すごくそので白醤油の方はマグロ節ですね。マグロ、はい、マグロ、ベースはまあ昆布とか煮干しとか、なるほど、の出汁があって、はい、それでマグロ節があってってことなんですね。ものすごいマグロ節の方は本当に上品な香りでものすごく美味しかったです。もうなんか僕の味のそのコメントがいつも美味しかったしか言えなくて語彙力のなさに愕然とするんですけども、と味の他の味とかはまだちょっと食べれなかったんですけども、味の対するこだわりみたいなものとかってあったりしますか？ラーメンへのこだわりみたいなものって。いやどうですかね、なんかとにかくその他と一緒にならないようにっていうのは、はい、常にオリジナリティというか、はい、そうですね、なかなか煮干しが流行ってたらあえて煮干しを使わないとか。あ、なるほどなるほど確かに初めて聞きました、マグロ節っていうのは。あのマグロを使ったスタートは そこです。本当にあの他と同じことやっても敵みたいな感じで埋もれていくだけだなと思ったんで、はいはい、本当に単純に何かないかなっていう。へえ、あ、なるほどなるほど。じゃあもうその本当に煮干しじゃなくて別のものみたいなので、アイデアから生まれたということなんですね、はいはい、いやものすごい最高です、ね、最高のアイデアを出していただきましたとラーメン、こちらの麺屋ヒデさんを始められる前って他のラーメン屋さんとかでお仕事されてらっしゃる。そうですね、はい、あ、じゃあもともとやっぱりラーメン屋さんでやってて、アジアと経済に行きながら、はいはい、あ、なるほど、はい、ちょっとそこで修行されてというか、普通に鍋の使い方とか包丁の使い方とか仕事をされてて、はいはい、形でいつにオープンされたんですか、麺屋ヒデさんは。もう少し5年になる。あ、5年、はい、おめでとうございます。そのまではじゃあずっとその学生の頃からずっとじゃあラーメン屋さんだったってわけではなくて。あ、まあないですね。ですか、はい、その前に直前にラーメン屋さんでやって、はい、ラーメンかきっかけとかってあったりするんですか？専門学校出てから、はい、フラフラしてて。なるほどで、まあ、トラック乗って、あ、はい、高い卓球。あ、なるほど。で、ここ辞めてから飲食に入った感じですね。その時もすぐにラーメン屋さん入ってって感じですか？じゃなくて別の。そうですね、ラーメン屋さんに入って、ね、あ、入って、で、またそれで、いつ、その、あれですか、もうその時にはもうよし、じゃあ自分でお店を持とうみたいなことは。そうですね、もともとラーメンは好きだったんですけど、はい、なんかね、飲食で働いてるうちに、まあ、どっかでできたらいいなぐらい。あ、なるほど。じゃあ、いいなと思ってて、じゃあそのよしじゃあ作るぞみたいな。まあそうですね、年齢も年齢だったんで、まあ、この辺が最後かな。あ、なるほど、チャンスだなっていう感じで作られたんですね。こちらにその新川に拾われた理由とかってあるんですか？いや、特に本当に何もない。物件を探してて、はい、まあ、駐車場があって、はい、っていう。ですよね、はい、駐車場6台分もあるから行きやすいですもんね、はい、最初も表は3台しかなかったんですけど、はい、はい、後ろの方に、はい、させていただいて、はい、はい、なるほどなるほど。それでこちらの方を選んでってことなんですね、はい、元この物件自体はじゃあ元々あれなんですか、そのラーメン屋さんがなだった。ずっと飲食店入ってて、お寿司屋さんだったりお蕎麦屋さんだったり、で直近でラーメン屋さんが入ってて抜けた。たまたま抜けたからっていうことだったんですね、はい、それがやっぱじゃあ5年前で。そうですね、はい、2017年ですか。なるほど。麺屋ヒデに名前を決めたきっかけとかはありますか？いや、もう何もないご自身のお名前ということで、ヒデという名前だから麺屋ヒデということです。もうじゃあそれをそのままそっくりシンプルに、はい、考えたんですけど、はい、何も浮かんでこない結構でも珍しいですよね。まあまあそうですね、ローマ字、はい、っていうのも珍しいし、なんか割と人の名前、あ、でも意外と、いや、ないですよ、意外と。あ、下の名前はないかもしれない。そうですよね、はい、なんか徹夜さんぐらいしか思いつかない結構意外とそんな、なかなかない筆の名前か、それかなんかまた違う名前みたいなのが多いから、麺屋ヒデ、なんか目立ちますよね。いやそんな、いや、そんなことないと思うそうですかそんなことないです、もう、しっかり目立結構、僕、その、あれなんですよ、それこそこの場所自体にあったのが知らなくて、うん、で名前はすごいずっとお聞きしてたんで、本当になんか用事がないと多分通らない道だと思うんで。そうですよ、なかなかその新川の方に来られる、まあ、この辺のやっぱり来られる方っていうのは地元の方が多いですか、それとも単純にやっぱ車で来られる方がやっぱり多いですね。でも単純に食べたくて。いや、どうなんですかね、まあ、この裏とか住宅街なんで、はい、でも皆さん結構車で。あ、車で来るんですか？車で来ますね。へー、あ、近くても近くてもあ、そうなんですかいやでも本当になんかそれこそ遠方から来られるお客さんなんか多そうなイメージが。どうなんですかね、まあでもそうですよね、わかんないですよね。もう僕それこそちょうど10キロくらい離れてたんですけど、絶対に来ようと思います10キロぐらいなんで、全然そんな価値の悪いそんなこんなって感じでした。でも本当に感動しちゃいました、さっきは。なんか本当に食べたことない味だったんで、はい、なんか珍しくないですか、そのつみれとか入ってるのも。あー、でもなんかありますけど、なんか単純に、はい、あ、何個って入れたら美味しいよみたいなあ、なるほどなるほどなるほど確かに食感がすごい良かったっす。やっぱもうラーメン自体がシンプルなので、はい、食感とかないとやっぱりお腹に、著作がないとやっぱりお腹膨れないかな。なるほどなるほど。で、何個って入れたりしたら面白いかな。へえ、あ、そういった工夫みたいな形だったんですね。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。なんか全部の具がやっぱり美味しかったのもあるし、麺もめちゃくちゃ好みの麺で。
その辺のあれはあれですか、低下水面、低下水ですね、はい、今でもまあここ最近ちょっと火星の方上げましたけど、あ、そうなんですか、はい、やっぱりその辺ってのはちょっとずつ変わっていくものなんですか、なんかその変わってってくれたら、いやちょっと上げたりしたらいいかなみたいな合わせて、自分で合わせて、はい、あ、いやこっちの方が 今いいかなとか、あ、なるほど、その粉によってもちょっとその低いのがいいのか高いのがいいのかとか、はい、そういう特性もあるので、まあ、ちょっと本当 1% ずつみたいな、上げて、それはじゃああれですか、その 1% ずつ上げて接触して、そうです、まあお客さんに気づかれないように、あ、なるほどなるほど、自分もでもあれですよね、その絶対試食はされますよ、ずっとずっと上げていくことによって揺れ上がりの時間も全部変わってくるので、あ、そうなんですか、調整しながら、なるほど、先ほどそれこそあれじゃないですか、そのピン屋氏が言ったその最初のラーメンの味と結構違って、醤油ラーメン、ね、当初から醤油自体は何種類も使ってたんですけど、はい、やっぱりこう 1,2 年じゃないですかね、そのあ、この醤油でこの醤油を使い続けていこうみたいな、あ、なるほどなるほど、じゃあそれまではずっとそのまあ本当にちょっとずつ変えながら試行錯誤しながら入れるものを変えたりとかしながら、やっぱりじゃあどん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 変わっていって、本当にだから気づかれないように、はい、でも急に止まっちゃうとこの味が好きだったのにっていう、あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとじゃあ 2,3 年後にまた来たらあれすごい変わってるっていう風になる可能性もそれこそでもあれは久しぶりだったんだねきっとねすごい味が変わってるって言ったし、なんか、まあ、オープン当初がなんかどっかに行けるとかって言われてたんですよね、はい、でもそのラーメンさん食べたことがなくて、はい、僕自身が似てるかどうかも分かんないままやってたところもあって、はい、でもなんか結構似てる似てるって言われて、へー、食べたことないから店はないんだ確かにまあまあいっかって、そうなんだ知らないわみたいなえ、それはじゃあ後から食べに行かれたりとか、今行ったみたいな、あ、そうなんですか、そう、逆に食べに行ったらなんかブレそうな気が嫌だった、あ、なるほど、はい、確かに、あ、はい、本当ちょっと近いかもとかになっちゃう、それは嫌ですもんね、確かに今食べたらそれこそ、あ、昔の味に近いのかもしれないっていうのは、まあ、もしかしたら、ね、今ならまだあれですよねきっともうしっかりともした、はい、あの柱ができたのでっていうことですよね、はい、と、あの、おぎ、なんていうのかな、はい、おぎ飯みたいなのがすごく、あれもすごく美味しかったんですけど、あれってあのサイドメニューとしてやっぱ一番人気ですか、いや、これはもうマグロにしか出してないんで、あ、なるほど、専用なんです、専用なんです、あ、へえ、マグロ食べた方だけにしか出してない、なるほど、あ、本当だ、はい、あ、他のには入れれない、はい、一番人気のその、なんでしょう、食べ方というか、皆さんこれとこれとかよく食べるとかってあったりしますか、いやー、そういうと、例えばチャーシューと一緒に食べる人多いとか、うちの方は半チャーハンとか、はい、あ、なるほどなるほど、半チャーハンの方が多いかもしれない、チャーシューよりは、あ、半チャーハンとラーメンで一緒で、これが一番やっぱ人気なんですね、マグロになっちゃうとみんなと結構やっぱり追い飯ですね、これはもう絶対ですねめちゃくちゃ美味しかったっす2日目の時に食べれるラーメンいいかなっていう、あ、本当にそんな感じにしましたいつどんな体調でも美味しく感じられる優しい感じでいいかな、はい、先ほどそれこそそのなんかそれこそつみれが入ってるんで、うん、冬とかもなんかすごく合う感じはするんですけど夏もでもすごい爽やかに食べれる感じがするんで、いつどんな体調でもオールシーズンなんか優しく、はい、食べられるなっていう感じで、こちら数量限定なんですね、マグロだし、一応、はい、そうですね、なるほど、どうしてもその時間経っちゃうと香り飛んでっちゃうんで、あ、なるほど、はい、そうなんですか、はい、だからまあやっぱりちょっとその分しか作れないってことなんですね、なるべく、まあ、切らさないようにつけるんですけど、はい、もう1日経っちゃったら本当香り全然しなくなっちゃう、へじゃあもうその1日何回出るぐらいみたいな、このぐらい出るかなっていう、じゃあちょっと早めに来た方がいいですね僕絶対マグロのやつ食べたいなと思っていやでも醤油もすごく美味しかったんで、ね、半チャーハンってでもどこに書いてあるんですか、半チャーハンのカレーです、あ、なるほどなるほど、はい、あ、本当だそう、さっきから一応探してたんですけどどこにあるんだろうとって、あ、なるほど、半チャーハンとでも あれですか、その人気のラーメンみたいな、これ食べる人半チャーハン食べるなみたいな、醤油も味噌も皆さん頼む方は半チャーハン、へえ。こっちをお前するとローライスとかライスが出るっていうのも本当半チャーハン、あ、そうなんですか、はい、ライスがと一緒に食べる人がほんま少ないですね、逆に、うん、少ないですね、はい、チャーハンと一緒に食べる、はい、結構食べられる方が、いやもう僕も2杯ペロッと食べといてあれですけどこちらの、 始められてそれこそ5年経ち、もともと最初それこそここで始めてからのその苦労みたいなのがあったりしましたか、苦労、はい、今でも苦労してるような気がしますけど、あ、なるほど、その苦労の最中ということですか、はい、そうですね、まだまだ始めの苦労はいつやめようかなとか考えながら、なんでですか、今までなんか辛くて、その仕事の内容がとかっていうよりなんかそのまあ、いろいろ、なるほど、なかなかその定着しなかったりとか、それもありますし、やっぱり、ね、誹謗中傷じゃないですけど、はい、やっぱりメンタルが弱ってくるとやっぱりダメージが来るですよね、それはそういうのってあるもんなんですか、まあ、ないとは言い切れないと思うので、あ、でもそうですよね、やっぱりそこはやっぱ初めのうちは辛かったですね、いや、それは確かに、今はもう そういうのも減ってきて減ってきてるっていうか、多分気にならなくなってきてる、あ、なるほど、
経験値を。そういうもんだなみたいなことですか。最初の頃やったらスライムやられちゃう。なるほどなるほど。今なんとかスライム別に勝てる。なるほど。そんな感じです。レベル上がってる。やっと3ぐらいだったね。もっともっと上がっていきます。すごい。いやでもそうなんですね。その僕それこそやっぱり飲食店のその経営とかをしたことなかったからなんですけど、やっぱりなんかその。なんですか、例えばそれこそあれですかね、やっぱりその今だと食べログだったりとか、そういったものがあるから、そういうところとかで書く人がってことですか、じゃなくて、まあ、それ以外でもやっぱりどうしても耳に入ってきちゃうこともあるんですか、まあはい、でまあ、SNS とか、そういうのですか、それってまあやっぱり好みの問題なので、ですよね、だから、しょうがないんですけど、はい、やっぱりメンタル的に落ちてるときはやっぱり、嫌ですよね、絶対に嫌ですよね、はい、まあ、そこは好きか嫌いか、ね、はい、いや、間違いなく、まあ、その美味しいとかっていうよりも単純に好みだ好みじゃないが一番大きいですもん、ラーメンってきっと。多分その音楽やられてたり、はい、音楽もやっぱり好みがありますあります。はい。こんな音楽を見て、こっち頑張ってたで。そうですよね、確かにあります、すごくそれはあります。はい、それはね、そうですよね、そっか、だから同じような感じなんですね、きっとそれ。だから自分で顔出してお仕事のそのこの店が自分のお店ってなると、まあそうですね。そうですよね、全然自分ですもんね。だからチェーン店にいるときは違って、はい、自分が表に出なきゃいけない。そうですよね。チェーン店はやっぱり会社が守ってくれたり。はい。私別に言われてっても会社のことだしなですね。いやそう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 、自分だったら自分個人のことだから。なるほど、そういったことが最初は辛かった。まあ、そうです、まあ、味もそうですね、まあ、始めた時が美味しいと思ったけどやっぱり徐々にこうんっていう、ね、あ、日々分かんなくなってくるんですか、はいはい、へえ。火を見て歩いたつもりだったけどもうみんなが入っちゃってるみたいな。なるほど、あれどこだこれは、みたいな。これって美味しいのかなみたいなことになってくるってことですか。美味しいと思うんだけどみんなどうなんだろうみたいなことですか。あ、分かんなくなってくるってことなんですね。すっごい美味しいと思います。あのそれはもちろんあれですけどね、その5年もそのやられてる方にはもちろんそんな当然あれだと思いますけど、ものすごい自信を持って友達にお勧めようと思ってますよ僕本当に。いやめちゃくちゃあのなんかでもあのラーメン屋さんのあれですよね、その気軽にこの近くに友達いたら、あ、食べに行ってみてよとも言えるし、で一番楽しいのがやっぱりその人連れてきた時にここ美味しいんだよって連れてきて、うん、おー美味しいって言った時がでしょっていう、なんか自分が作ったわけじゃないのになんかだろうみたいな、なんかそれが僕大好きで、だからなんかすごい連れてきたくなっちゃうというか、なんかやっぱ宣伝したくなりますよね。すごい美味しかったよとか後から聞かされても嬉しい、自分もなんか嬉しいですし、でなんかそれこそいやそういう今度来た時になんか、あ、この友達が来て美味しいって言ってましたってなんか報告するのも嬉しいじゃないですか。なんかはい、そういうなんか楽しさが、でもなんかやっぱり美味しいところだとやっぱりそういう風にしたくなっちゃうんで、なんかそういったもので多分これですかね、やっぱその5年間やってきた時もそういうお客さんも結構いらっしゃったんじゃないですか。その、まあ、それははい、ですよね。あの前来られた人に聞いたんだとかって言われてやっぱり、はいはいはい、絶対ありますよね。それこそその最初のうちの3年間ぐらいはその本当にやめいつ辞めるかとかっていう話、本当ですか。ずっとそこのニュースを取ってましたね。どうしようみたいな。いや、本当にもうやることないんで。ああ、なんでやることない。なるほど。でもね、だから途中からですよね、いや、もう座ってたらしゃあないから、はい、とにかくもうなんかもう試作試作。なるほど。一番場合かな。まあそうですよね、間違いなく。商品にならない。はい。他にいただけないんで。はい。もうやるしかないなっていう。なるほど。なんかでも のそれこそ他 あのお店の方とかも結構やっぱり最初のうちが一番厳しかったって、全然認知 ないされるまでは人が来なかったとかって話をよく聞いて、今でも別に認知されてる、いやそうですかね、すごく僕は思ってないですね。本当ですか。なんかちょうどそれこそ僕もあのそれこそこの企画を始めさせていただいて、あのもう10回以上やらせていただいてるんですけど、そうなってくると結構友達でも あれ見たよみたいなことを言う方がいらっしゃるんですけど、それこそ昨日その友達が、あ、そうだ俺あの麺屋秀ってところすごい、あれ俺すごい好きなところなんだよねみたいなこと言ってたんですよ、昨日ちょうど聞いてて、だからめっちゃあのうまいよみたいなこと言ってて、あ、そうなんだ楽しみっすわみたいな話してて、なんかやっぱりだから有名店なんだなっていうのはすごく、いや本当 もうでも今はあれですよね、その続けていかれるというか、まあそうですね、まあ、でも、まあ、でも日々本当にだからちょっとずついろんなことをチャレンジしながら、はい、ものすごい、もっとすごいいっぱいたくさん続いてほしいんで、僕も友達たくさん呼んできます。本当にめちゃくちゃ大ファンになりました、ね、いや本当に美味しかったです。なんかでもそうですね、なんか単純にやっぱり食べたことない味だったのはすごく、それこそこっちもそうですけど、醤油もそうですけど、マグロ出汁の方もなんか新鮮な感じで美味しくて、なんかありがとうございました。ちょっとじゃあ次のお店の、はい、次につなげるお店のことを聞いてもよろしいでしょうか。亀神さん、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。はい、麺屋秀さんの一杯は無課長自家製麺ということでね、まあ、そちらにこだわりね、他のお店とはね違ったものを提供したいっていう、まあ、店主の気持ちがね入った、特にそのマグロ出汁ね、他で食べないやっぱりめちゃめちゃうまいんで、あとね、僕も醤油ラーメン久々に食べたんですけども、オープン当初とかちょっと、ね、味がより美味しくなってるんで、ここはぜひ、ね、食べてほしいなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。カーチャンヤチャンサクスポー
エヴァちゃん。